はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はメンタルが弱いあなたも余分なものを食べなくなるということでね、食事に関する話なんですけれども、一般的に多いのが運動をしてるけど食事のところの甘いものとかどうしても食べちゃうんだろうねとか、いらないものをねどうしても間で食べちゃうんだよねとかっていう人がやっぱり多いんですけれども、それに関してね、周りからもね、なんで我慢できないんだよ、気持ちが弱いんだよって言われたりとか、自分自身もね、どうしてもその辺意志が弱くてっていうふうに言ったりするんですけども、実際にはこれ意志だけの問題ではないんですね。そればかりは問題ではないです。これは体が糖質を欲する状態にしてしまっているというのは問題であって、今までの自分の食事の食べ方が糖質をね、より食べたくなるような食べ方をしているからというのは問題なんですね。それはもう体の反応であって、頭とかこのメンタルの問題ではないんですよ。もちろんね、メンタルの問題も少しありますけれども、体の反応がどうしてもね、例えば僕なんかも、お腹が空いてね、食事の間がずーっと空いて、しかも疲れ切って、そしたら食べたいと思うのもこれ体の反応ですよね。それもう自分のメンタルは関係なく、どうしても欲しいというのはあるわけで、その欲しいというのが、ね、このメンタルの弱さとは別に、この糖質を欲しがるような日常の生活をしていると、どうしても欲しくなってしまうというところがあるんですよ。だから、日常の食べ方をちょっと考えてあげるだけで、その隙間でね、どうしても甘いものが欲しくなるとか、食事以外の余分なものを食べてしまうとか、そういうことをなくすこともできるということなんですね。だから、頭のことはですね、体の方を自分がきちんと整えてあげる、あるいは調教するというかね、そこを体に対して教え込んであげるという方法をやっぱり取っていくと、すごくね、メンタルの方もね、そんなに無理に押さえつける必要もなく、楽にやっていけると思います。そこで役立つのが GI 値、低 GI、 それから血糖値を安定させるというこの考え方なんですね。GI 値というのは聞いたことあると思うんですが、で僕がこう会う人に、GI 値というのは名前は知ってるんだけど、詳しくはなんかよく把握してないという人も多いので、一度ここではこの GI 値というものをきちんと把握をして、それがどういうものなのか、それから何にいいのかということを知っておくと、その方がいいんだなと、きちんとまず理解できると思うんですね。理解できれば、そういう選択肢を取っていくことができると思うんですね。その何がいいかを理解してないので、それを選ばないということはちょっともったいないということですね。で、GI 値というのは、グリセミックインデックス、グリセミック指数ということですけれども、これは、その食品の中に含まれている糖質を人間が食べたときに、どのぐらい血糖値が上がっていくかということですね。同じ量を食べて、どのぐらい血糖値が上がりやすいかという、その上がるこの、山の高さと言ったらいいと思うんですけど、その値というのが、グリセミックインデックス、グリセミック指数 GI 値ということになってくるんですね。そこに山が高いのと山が低いのとあって、それが高 GI、低 GI というふうになってくるわけですね。この違いというのは、この高 GI、低 GI になる違いというのは、その食べ物に含まれる食物繊維の量の違いによって、やはり消化の速度というのは変わってくるんですね。それによって血糖値が上がりやすい、上がりにくいというのが決まってくるわけです。食事の中で、例えばお米とかパンとかを食べますよね。で、それが消化されて胃の中に入っていきます。で、胃の中に入っていたそれを胃とか腸が消化して、それを血液の中に運んで、血液の中に運んだものを筋肉とか肝臓とかに送り込んで、それをまた使うということになってくるわけですけど、その、消化した後の血液の中の糖分の値ですね、糖分の量が多ければ血糖値が高いということですね。で、それが血糖値が高い状況が急激に上がるか緩やかに上がるかというところもやっぱり変わってくるんですけれども、その血糖値が高く上がるというもの、それから急激に上がるというものは、体脂肪がつきやすいということですね。それはなぜかというと、そこの一気に高まった血糖値を筋肉とか肝臓とかが使う量よりも多ければ、もう体脂肪として溜め込むしかなくなってくるわけですね。だから、血糖値が高くなりやすい食べ物とか、血糖値をこうね、上げやすいものというのは、糖質が多いものというのは体脂肪がつきやすいということになってくるわけです。逆に血糖値が緩やかに上がってくる低 GI の食べ物の場合には、その緩やかに上がってくるというのに対して自分が体を動かしたりね、日常的に生活する間で同じぐらいの量を使っていけば、出て入って出て入っての繰り返しで、それ以上体脂肪が増えることはないということです。だから、まず低 GI のものを取った方が、GI 値が低いものを取った方が体脂肪にはなりにくい状況を作ってあげやすいということですね。それが高 GI の方というのは、白米だったりとか、白いパンだったりとか、あと小麦粉の製品ですね、麺類、うどんとか、
他の麺類とかはそうなんですけども、そういったものが、あと当然砂糖とかもそうですね。その辺が、高 GI のものになってきます。それから低 GI のものというのは、お米で言うなら玄米、パンで言うなら全粒粉のパン、それから、まあ、製品で言うとオールブランとか、オートミールとか、まあ、そういったものというのは、まあ、低 GI になってきます。で、果物に関しては、意外と繊維が多く、それほど量を含んでない、それほど糖質の量を含んでない果物に対しては意外と低 GI だったりするので、まあ、リンゴなんかは低 GI だったりはしますよね。で、あとは、その GI 値が、高い低いもあるんですけれども、その食べる量ですね、取る量がそもそも多ければ血糖値はやっぱり上がりやすいので、いくら玄米だと言っても異常にね、一食でものすごい量の玄米を食べるというのも、これもちょっと、同じこと、血糖値がね、量が多いので血糖値が上がるということになってしまいます。そこはもう量のコントロールも必要ということです。で、ちなみに高 GI の場合に血糖値が急激に上がります。で、急激に上がるということは急激に下がってくるんですね。で、その、上下の差がね、落差が激しいと、そのギャップが大きいと、まずやっぱりこの差というものを体で感じるんですね。まず空腹感を感じる。で、そこのね、ガーッと下がったこの谷のところで、やっぱり何かを食べたくなるんですね。その何かを食べたくなるというのは炭水化物なんですよ。で、それは、やっぱり生きていく上で、一番ね、最初に必要なもの、あるいは最後に必要なもの、最低限必要なものが炭水化物なので、炭水化物を欲しがるんですね、体はね。死なないためには炭水化物を欲しがっていくということ。で、なので、ここでどうしても、ギャップが激しくて溝が深いと、甘いものが欲しくなるということですね。ここがやっぱり、高 GI で食事をしているところのちょっと危ないところになってくるということ。それから、このギャップが激しいと、その食欲とともに、このダウンのところでね、アップのところはすごいエネルギーがあるんですけど、ダウンのところでエネルギーがこうない状態なので、やっぱり疲れを感じたりとか、ストレスを感じたりとか、筋トレというのはちょっとやっぱり力が出ないということになってくるんですね。なので、まあ、この高 GI で食べてるのは基本的には、いいことはあまりないということですね。で、低 GI の方で言うと、緩やかに上がって緩やかに降りてくるので、まあ、エネルギーは長持ちするんですね。まあ、同じ量の、お米を食べたとしても、白米よりも玄米の方が長持ちするので、エネルギーは長持ちです。低く長持ちするので、そうすると、アップとダウンのこの差が少ないんですね。そもそも山が高くないので、低いところのギャップが少ないということ。それから、緩やかなので、その急激に差を感じるということが、まあ、ないということですね。そうすると、体は危機感を感じないので、さっき言った炭水化物をぐーっと欲しがるということはないんですね。そもそも血糖値がそんなに落ちてないので、こう体が欲しがるという状態になってないということですね。まあ、それもね、やっぱり繊維が多い炭水化物を食べていると、消化に時間がかかるので、ゆっくり上がってきて、ゆっくり消費されていくということで、まあ、体は余分なものを欲しがらないということになってくる。で、さっき言ったらそのギャップが少ないので、疲れとかストレスもやっぱり感じにくいんですね。だから最初に言ったメンタルの方でも、このギャップが激しくてダウンの方がすごい下がっていると、もうやっぱり疲れ、ストレスを感じてしまう、これ逆にそういうメンタルに影響を与えてしまうということも、まあ起こしかねないということですね。それがギャップが少ないと、いつでもエネルギッシュに活動できるという、利点はあるかと思います。で、僕自身が感じているのは、まあ、仕事中ね、何本も仕事がね、5本、6本続いてる間に、そうすると、まあ、そうすると5時間、6時間になってくるわけですけども、これが、もし高 GI のものを食べて、ぐっと下がってくると、残りの3時間ぐらいが、もう、やっぱりね、結構だるくなったりしてくることがやっぱあるんですね。それが玄米の場合には長く続くので、まあ僕もいきなりね、自分がずーっと全力でトレーニングしてるわけじゃなくて、ある程度ダンベルを運んだり、ずーっと話をしたり、階段を登ったりとか、まあちょっと緩やかなのとずーっと続けてるので、エネルギーが長く続くものの方が、後半のね、4時間、5時間経ったところでも、意外とやっぱり元気なんです。それは本当に自分の、実生活の中でものすごい感じたことであって、なので、自分はもう玄米を取り続けてるというところはやっぱりあります。仕事をね、やっぱりこう、だるいという気分でやりたくないというか、まあ、あるわけですね。それから、その血糖値の上昇、下降というのは、その食べた一食だけではなく、一日を通して考える必要があります。一日の間でどれぐらいね、山がアップダウンするかということは結構影響してくるということですね。その山が、やっぱりね、アップダウンがダウンが何回も何回もあるんだ。その都度、やっぱり甘いもの欲しくなったり、疲れを感じたりする。それが緩やかで、あまりアップダウンがない感じでいけば、常にエネルギーして、甘いものが欲しいという感覚にはなってこないということですね。だから、毎回、毎食をね、低 GI でやってって、かつ、
1日ね、4食か5食に分けてあげるということ。これ、まあ、1食ね、普通の量4回から食べるというわけじゃなくて、例えば、1食をまあ1として、3回あればまあ3ですけども、これ1日を4回食べる場合には、それを腹7分目にしてあげれば、7、4、28で、まあ 2.8 で3よりはまあちょっと実際には少ないというところも可能なわけですね。まあ5食にする場合には、また6分目とかにしていけばまあ3でまあ同じです。でもそれをやっぱり小分けにしていくことで、かつ GI 値が低い方を取っていくことで、山かなり緩やかな山をいくつも作ってあげる。しかもあまり高いところじゃない。少し低いところでやってあげるというのが、一日を通して血糖値を安定させるということになってくるんで、食欲を欲するとか気分のムラとか疲れのムラとか、まあそういうものがやっぱりなくなってきます。で、それをやってあげることが、その最初に言った体がね、何か甘いものを欲するようなそのリアクションをなくしてあげることができるんですね。これをやってあげることは、このメンタルでなく体のリアクションを自分はコントロールしてあげることができるということ。やっぱりここをね、自分の体に教え込む必要があるんじゃないかなと思いますね。でそれをまた1日4食5食ということの1日だけではなくて、週6日やっぱり続けてほしいです。で週6日ってまあ1日ぐらいまあね、家族で食べることがあると思うんで、まあ1回ぐらい何か食べてもいいと思うんですけれども、週6日やっぱりやっててほしいし、それをね1年はまあ続けてほしいです。そうしていけば、体体質はかなり変わってきます。2年目になってくると体質はものすごく変わってくると思います。まあ僕自身がすごいそれは、感じているところであって、でこういう食べ方をしている方が僕自身はむしろね、風邪とかそういうのを引かなくなったんですね。かなり体質も変わってきたからと思います。当然太りにくくなると思います。まあ今のところね、なんかちょっと有名ななんか詩のような感じで言ってみると、まず1回始めれば週6日が可能となり、週6日できれば1年続けられる可能性が増え、1年続けられれば体脂肪率が変わり、2年を超えれば体質が変わるという感じで、一つ一つがどん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 大きくなっていって、最終的にはもう体質が変わっていきます。体脂肪をつけにくい体質にまで変わっていきます。ここまで来て、かつトレーニングをしていくということが、引き締まったいい体を40代、50代、60代でも続けていくことができるという、まあ秘訣なんじゃないかなと思います。で、まあ、こういう感じのことを言うと、もうストレスが溜まって体に悪いとかっていう人もまあいるんですけれども、まあそれは自由にしてください。もうそれは僕は強制してないです。もう選んだ人だけが得をしてほしいと思います。もう40、50、60になっても、そういう引き締まった体が欲しいという人だけは僕は選択してくれればいいかなと思います。なのでまだ玄米とかそういうものを食べてない人は、まずは1回目をまあ食べてみてほしいし、その次にまあ週6日きちんとできるかどうかをやってみてほしいです。それによってそれ以外のね、甘いものを欲するようなことはないような自分を作ってみてほしいと思います。本当にね、トレーニングも細かいこと大事なんですけども、ね、どんな風に動くかどうか、どの種目がいいかとかっていうのもあるんですけど、根本的に体を作っていくのはやっぱり食事なので、ここのところを整えていくことが、あなたのトレーニング効果を倍増して本当に変えていくことができるので、これはぜひやってほしいと思ってます。はい、パーサートレーナーゆうじでした。